いやガチやぞ、これソースは大量にある。ペップが日本ツアーでわざわざ未調和最高と何回も言う首脳陣が未と獲得リストに挙げる地元紙が未調絶賛。獲得しろというブライトンと契約延長してない日本ツアーで散々匂わせしていたのは蒲田ではなく未調和右サイドもできる。来たこれ。というかフォーデン本職右だから左で未調とグリーリッシュにすることも可能だぞ。未調の右サイドって J 含めてほとんど見たことねえわ。蒲田ただのピエロで草。ブライトンで右やって空気やったやん。楽しみやね。むしろマーチの方狙ってるだろ。グリーリッシュと未調ならどっちが上？変なバイアスはいらない。ペップが未調褒めてんのは未調しか知らんからやろ日本人選手は。三笘と富安は知っとるだろ、吉田も知ってるだろう。日本向けじゃないブライトンの会見でも未調褒めてた。なんならマリノス戦後も全然関係ない未調の話自分からしてた。未調も蒲田も全然あるよ。ブライトンでいいやん。未調が移籍する理由はケペップが名前出してベタ褒めしての選手も名前出してベタ褒め、日本ツアーの伏線に回収しては選手抜けまくってるのに補強がまだ、未調はまだ契約延長していない、ブライトンはバックアップ準備済み。結局蒲田はどうなったんや。